新年、明けましておめでとうございます。2018年は、チャンネル登録者も飛躍的に伸び、7000人を突破することができました。これも、ひとえに、皆様のご厚意の賜物です。2019年は、チャンスがあれば、1万人までチャンネルを成長させたいと思っております。さて、わざわざ、正月からこの動画を見に来てくれているありがたい視聴者の方々に、今回の動画の内容を説明してくれ。今回の動画は、前回投稿したデッドリフトのサイクル動画と並行して行っていた、スクワットとベンチプレスのサイクル動画になります。スクワットは94キロ付近だと240キロで、3レップがここ数年のマックスなので、一回り成長させるべく、242.5キロで4レップを狙っていくサイクルです。そのため、スクワットは終始4レップで進行させております。前回のスクワットサイクルでは、8レップを中心に下地を作り上げることに成功したので、今回はレップを下げて、ジャパンクラシックパワーに向けて筋力を強化していく目的ですね。そして、サイクルが進んでウィーク5、232.5キロ4レップですが、先ほどのウィーク4の 222.5 キロでの動きより明らかに悪くなってしまいました。おそらく、メインセットを3セットも行ったダメージで、一時的に調子を崩したものと思われます。ここでは無理せず、最低限の内容に抑えておきます。そしてサイクル最終週です。ウィーク5では調子を落としてしまいましたが、ここでは、調子を上向きにすることに成功して、アップから、なかなか動きが良さそうでした。大抵は、アップから、動きにキレがないと、実際に成功させることは難しいので、この段階では、一安心といったところでしょうか。それでは、スクワット最終週を見守っていきたいと思います。無事に目標を達成することができたな。スクワットの大会自己ベストは2012年の255キロから停滞してしまっているが、一回り筋力を強化できたことは間違いないから、多少は今までよりも余裕を持って重量設定できるかもしれない。ジャパンクラシックパワーでは現実に260キロの成功を狙っていきたいところだな。スクワットは終わったから、次はベンチプレスのサイクルに入るが、どんな感じで進行していくのか説明してくれ。ベンチプレスに関しては、とにかく調子が悪いとしか言えません。デッドリフトが5年ぶりに270キロまで戻った影響もあり、調子が反比例するベンチプレスは、スクワットのように自己ベストを狙う、なんて状態ではありません。ここで意識したのは、デッドリフトの調子を落とさないように、あまり胸に刺激を与えないことを考えました。胸が肥大すると、デッドリフトで引くときのバランスが悪くなるために、最低限のボリュームを行うこととしました。ですので、今回のベンチプレスは、デッドリフトに影響を与えない範囲で行い、なおかつ、最低限の筋力維持を行う方向性ですね。パワーリフティングにおいては、トータルを伸ばすことが、絶対正義になるから、1年で 2.5 キロが伸びるかどうかのベンチプレスより、明らかに伸びしろ、ハリーの場合は戻せる余力とでも言おうか。それがあるデッドリフトに集中した方がいいのは明らかだからな。だから、正直なところ、次のジャパンクラシックパワーで、ベンチプレスの自己ベストはあまり狙っていない。最低限、195キロを上げることができれば良いと考えている。ベンチプレスが、昨年と同じ195キロだったとしても、デッドリフトが240キロから270キロになれば、昨年の数字で言うと、トータル720キロになるからな。一気に優勝候補に躍り出るわけだ。そして、ベンチプレスのラストは、毎年恒例のパワーリジム合同練習。毎年、ここで、現状のマックスに挑戦してから、ジャパンクラシックパワーに向けて調整していくのが定番コースです。
今回のサイクルでは 197.5 キロまで行っていたので、ここでは囚人監視の中で200キロ成功を狙います。ベンチプレスの調子が悪いと言っても94キロ台の体重で200キロは何としても成功させたい、そんな意地がハリーさんにもあるのでした。幸い審判の資格を持っている方が大勢いたので、大会と同じ3試技制でチャレンジしていきます。最高。ストップ。です。おー、ラック成功でーす。素晴らしい。釣り川選手、リオさん、はい、行くよ。ありがとうございます。はい、93キロ級、ハリー選手、ジロイさん、95キロは第2試技です。さあ、195です。えい、ここね、はい。さあ、重要な試技です。筑波大会です。さあ、ペース。おい、行け。おい、おラッ、はい、成功です。最後丸、全然楽勝じゃん。最高、ハリー。いきますよ。はい、パントロレット。93キロ級ハリー選手、ジュラル200キロです。さあ、3試技です。200ですか。200です。そうですね、200です。さあ、自己ベストですね、200の回数が入る。さあ、30秒経過。最後、自己スタート。ナイス。えい、お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 い、惜しかったね。次のジャパンクラシックパワーは優勝するぜ。応援よろしくお願いします。はい、ハリーの次は。